ここサブタンゲット OK。 はいどうもゆうきです。ロックマン03実況プレイ続きやっていきましょう。なんかハルピューアが回復してきたみたいなんでちょっと声かけに行きたいと思うんだけど、あれセルボいなくねちょっと待って、セルボの部屋ここだよね。あれどこにいるんだ。シエルの部屋か、違うな、この猫ちゃんがいるな。ねえゼロ、バイルは何をしようとしてるの。みんなの未来のことを考えるのが科学者のお仕事なんだよね。でもバイルは悪いことをしようとしてるんだよね。バイルなんて大嫌い。ああでもそう言われるとなんかバイル自身も考えがあんのかもしれないな。ドクターバイルがどんなに強い力を手にしてもわしらレジスタンスは負けたりしないと言い切れるぞ。それはゼロ君やシエル、そしてレジスタンス、みんなの心が一つになってくるからじゃん。うん、まあいいんだけど、違うんだよ、違うんだよ、僕セルボの位置聞きたかったんだけど、教えてくれるかなシエル。話をする。ドクターバイ、じゃあバイルの話じゃなくてセルボどこにいるの。あ、いた。もう立てるのか、さすがだなハルビューア。どういうつもりだ、なぜ助けた。借りは返すとでも言いたいのか。さあな。おお、気がついたか。気分はどうだね。最悪だな。貴様らに助けられたかと思うと吐き気がする。幹部を下ろされ、ネオアルカリアを追われ、俺も落ちたものだ。そんなことはないよ。君は自分の考えを貫いただけだ。私たちと同じようにね。何も間違ってはいないさ。自分の考えか。もうこれ以上寝てなどいられない。バイルから人間たちを守ってやらねばならんのだ。早くあいつを止めなければ。あいつは。待ちたまえ。君の傷はまだ完全には治っていないんだ。俺は人間を守るために生まれた戦士、誇り高きネオアルカリアの戦士だ。貴様らの助けなどいらない。たとえこの体が朽ち果てようとも、人間のためなら喜んで戦おう。すげえな、だいぶすげえな。ええ、もう言ったよ。やはり我々とは一緒に行けないというのか。バイルの考え知ってんのか。ゼロさん、至急指令室までお越しください。息つく暇もないな、ゼロ。行ってくる。なんかあったのかな。ゼロ、ハルピューア、みんな死ぬんじゃないぞ。まあ、イランフラグ立てんじゃねえよ。イランフラグを立てないでくれ、おっちゃん。でオペレーターミッション行く。情報の解析完了しました。これか。シエルさんから報告していただきます。指示をお願いします。シエルに話を聞けと。ういっす。シエル、話をする。ゼロ、ごめんなさい。せっかくゼロにいろいろな情報を集めてもらったのに、バイルがどこにいるかまではわからなかったわ。でも、バイルが何をしようとしているのか、それは少しわかったかもしれないの。バイルの話をする前に、まず、ゼロが見つけてくれた妖精戦争のデータファイルを開くわね。はい、気になってた。ファイルナンバー945388、妖精戦争。おー、悪そう。イレギュラー戦争の終わり頃、サイバーエルフが大量に使用されたことから、これ以後、戦争が終わるまでを妖精戦争と呼ぶ。なるほど、イレギュラー戦争の、なんか、後半戦みたいな感じなのか。特にダークエルフと呼ばれる超大型妖精と、そのコピーであるベビーエルフの使用により、レプリロイドの力を増幅させ、同時に思い通りにコントロールすることが可能になってからは、かつてないほどの最悪の戦争となった。戦争はダークエルフ使用により4年で終結するが、レプリロイドのほぼ 90%、人間の 60% が死滅した。だいぶいったな。この時使用した技術、ベビーエルフを使ってレプリロイドを思い通りにコントロールする技術を、バイルは再び使用しようとしてるんじゃないかしら。ゼロがダークエルフのコピー工場で見たことは、きっとそのために用意したものだと思うんだけど。なるほどね。よく調べたな、ドクターシエル。姉ちゃん？だが少し、遅すぎたんじゃないかね。姉ちゃんたち？ドクターバイルか？操ってんのか、姉ちゃんたちを。今度のオメガはまさに完璧だ。もうベビーエルフなど使わなくても、この世界すべてのレプリロイドを思うがままに操れるようになったのだ。さあ、始めるとするか、オメガよ。今こそ思い知れ、わしを追放した人間どもよ。恐怖しろ。わしを追放したレプリロイドどもよ。刻み込むのだ、この世界に。支配者たるわしの名を。我が名はドクターバイル。世界は我が手の中にある。この手を握りしめるだけでこの世界を終わらすことができるのだ。ゼロも操られんのか、そしたら。
あー、こいつら乗っ取られたのか。まさか。うわ、全員ってこと？そんな、シエルは人間だから平気なのか。新たなる世界、新たなる秩序、閉じられた歴史が再び動き始める。下がれ、シエル。ゼロ、世界に刻め、我らの支配者の名はバイル、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 バイル。二人とも動かないで。エクス、エクス。大丈夫、気を失ってるだけだよ。エックス、体を失っても強いな。ダークエルフの力を取り除いたんだ。今の僕の力じゃこのベースの中のみんなを守るので精一杯だけど。遅いぞエックス。バイルはどこだ？ネオアルカディアの地下動力部、アンダーアルカディアだよ。オメガはそこから世界中にダークエルフの力を送っているんだ。どうやらまともに動けるのは俺とエックスだけのようだな。エックス、アンダーアルカディアの座標を教えろ。オメガと戦うんだね。ああ、それがなんだ。いや、君なら大丈夫だ。気をつけて、ゼロ。任せとけ、勝つよ。転送装置にアンダーアルカニアの座標入力を確認。転送頼む。すげえな、めっちゃ仕事してんなこの子たち。了解。各員転送準備にかかれ。いや、各員ボロボロだよ今。君たちもなんならボロボロだよ。いや、ありがとう、頑張ってくるよ、ゼロ。帰ってきてね。で、なんかここで隠しボスがいるみたいなのを視聴者さんに教えてもらったんですよ。その隠しボスと戦うためには、サテライトのゲート、なんていうのあれ、サイバー空間か。サイバー空間のゲート通ると、うわもう嫌いこの子。そのボス行けるって言ってたんで、ちょっとそこだけ意識しながら進んでいきたいとは思うんだけど、なんか隠しボスっていうかさ、見失ったりしないかな。っていうか隠しボスって誰なんだ、あんま教えてくれなかったんだよね。でもね、あいつタイミングつかんで OK。で、あの端っこのは欲しい。よしよしよし。あ、サイバー空間あった。今回は確実にだからサイバー空間は入るようにしとこうか。これでサイバーして、いや、頭が飛んできた、危ねえ。ちょっと待って。その位置微妙だな。こうか。よしよしよし。こうか。よしよしよし。いいよいいよ。こうして、オッケーオッケー、体力回復。これは一回止めて、っていうことは、これは気をつけながら、でもなんか、右下にディスカったよね。これ取るでしょ？で、あそこは？ちょっと待って。あ、なるほど。移動すんのか。わかった。こうするでしょ？で、こうして、もう一回乗ると反対方向移動するわけではないのか？ここで不要不要してんな。これどうすりゃいいんだ？ダッシュジャンプで攻めてみるか。あった。ここで、なんか上の方にもなんかありそうじゃないこれ。絶対なんかあるっしょあれ。ちょっと行ってみっか。パイルバンカーの方がいいか。いや、二段ジャンプでいけるな、この高さの何。あ、ゲートがある。何これ。これだ、隠しボス。ファントム01で爆発したのに、爆発に巻き込まれて俺死んだことあんのに。かような地で貴様と再び相まみえるとはな。オメガとやらのせいでサイバー空間への扉が開いたのならば、運命とは皮肉なものでござる。ネオアルカリア四天王ファントム、お前は俺が倒したはず。ここはレプリロイドの魂とサイバーエルフたちが住む狭間の世界。貴様に倒された拙者は魂のみとなりサイバー空間にたどり着いた。ありとあらゆるデータが流れ着くこの空間、そこで拙者は全てを知った。オメガのこと、ダークエルフのこと、そしてゼロ、貴様のこと、そう、全てをだ。何が言いたい。文字通り貴様は英雄の器ではなかったのだ。は？見るに耐えぬその姿、せめて拙者の手で消し去ってくれよ。声がめっちゃ渋い。英雄の器じゃなかったってどういうことだ。いや、英雄だろ、ゼロは。ゼロ向こう。ああ、ちょっと待って、これ、なんかこんなあったな。このあったな、分身してどれか一個が本体で、みたいな。あ、技強くなってない？そんな技は知らんぞ。これだ。え、違った。え、本体が、色濃いやつが本体とかじゃなかったっけ。うわあ、これはあった。これはあった。これ乗って攻撃してくるのあった。え、こいつなんか弱点あったっけ。ちょっと待って、試してみっか。
といろいろ一応試しながら様子は見たいから、じゃあ氷で行ってみよう。次氷でもなさそうだね。そうしたら、じゃあメインじゃない、サンダーにして、サンダーチップで、あー弱点ないパターンだなこれ。はい、乗るっしょ乗るっしょ、はい、飛ばしてくるっしょ、飛ばしてくるの回避しつつ、あー分身分身きたけど、オッケー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 、ここで切って、はい、あー2段ジャンプナイス。2段ジャンプってダッシュしながらも2段ジャンプできるんだ。これは便利だな。なんか X シリーズとかダッシュジャンプは2段いけなくなかった、これ俺の記憶違いか。よし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 、いけるいける、あーくそ、この変わり身の術が厄介。オッケーく、英雄の魂そのものは偽りではなかったということか。行け、行ってオメガと刃を交え、その体で確かめるがいい。何、魂と体、どういうこと。魂は本物、え、じゃあ体は偽物ってこと。真実を知ってなおその刃を震えるのか、貴様が英雄足りえるのか、おのが目で見極めよ。ん？あ、なんか006、ありがとうございます。え、どういうことだ。魂は本物だと、この体は偽物で実は後で作られたやつだったとか、そういう感じ。もう最悪だよ、せっかくファントム倒したのにトゲで死んだわ。ファントムよりトゲの方が強いわ。こうしてこうして、いやでもどういうことだったんだろう、何話してたのか内容飛んじゃったな何話してたんだか内容飛んじゃったな、びっくりして、あっちょっと待って待って、やばい、危ない危ない、戻りに行く、これ下そのままいけるね、オッケー助かる。さあこれでちょっとサンダー変えとくか、ボディ炎にしとこう、 EX 技使えるから。あいつは飛ぶから、これで取って、あーオロロロはしっかり倒しておく。はい、こういうのも回収しておく、いいよ。これで痛い、ちょっと待って、よし、ここ倒して、はい拾って、はい、オッケーオッケーオッケー、これで、はい、ここも切っていく、いくそ、だいぶ追尾してきた、よし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 、おろろ、あおろろろ、おろろろ、オッケー。おろろろの弾も切れるのか、あれ。じゃあまあ対応の仕様が出てきた。オッケー。こうして降りて、あそこはサブタン用に欲しいけど、サブタンもうマックスになってる。うわー、こういうとこ大体ね、下そのまま降りようとするとトゲがあるんですよ。もうゼロシリーズも3作品目なんでね、私分かりますよ、絶対下トゲあるよ。ナインカイン、トゲそこはあれよ、あってくれよ。そこはこいつもなんか、あ、クリスタルは助かる。なんかボコンボコン落とすんだよね、下の方から。なんだろう、まあ、よしよしよし、いいよいいよ。まあサイバー空間解除これでして、てかあれか、サイバー空間だから戦えるのはそういうことか。あいつもう一回死んだから、サイバー空間だけしか現れないから、サイバー空間入ると戦えたのね。な、バイルじゃん、ドクターバイル勇ましいな、ゼロ。貴様一人で英雄ごっこか。今や世界中のレプリロイドはわしの手の中にある。レプリロイドに頼らねば生きていけぬ豚のような人間たちなど、その気になればいつでも始末できるのだ。わかっているな。逃げた。クリエプリエ、そいつを好きにしていいぞ。わしは今から豚どもの悲鳴を聞きに行く。ダミンをむさぼり、怠惰にただ生きるだけの豚どもに、世界の支配者が誰なのか教えてやる。また来た、悪いレプリロイド。また来た、偽物レプリロイド。お前なんかバラバラにしてやる。お前なんかズタズタにしてやる。あーでもこれは前戦ったからな。正味、前と一緒だったら別に問題なく倒せるとは思う。ちょっと違うぞ、その技知らんぞ。なんだその太陽みたいな技。え、技知らん、技できて、ちょっと待って待って待って。あ、でもあれか、あの対角線上に飛べば避けれる的な、
そう、これ違う技じゃない、なんかちょっと違う動きしたよ、またちょっと待って待って待って、え、なんか今声がした、怖い、ちょっと待って、落ち着け、どういうことだ、なんだそれは、こういう、あ、ちょっと待って、どういうことだこれ、ちょ、でもいける、よし、あれプリエ、なんだか変だよ。うん、クリエ、なんだか変だよ。体がいっぱいチクチクするよ。体がいっぱいズキズキする。いや、なんか子供をやっちゃったみたいな感じで、すげえ申し訳なくなるんだけど、これ。やめてほしいな、この演出。ミミー。で、こいつらは言ってもママに会いたかっただけだもんね。ゼロ大丈夫？X から新しい情報をもらったわ。一度レジスタンスベースに戻ってきて。はい、わかった、転送しろ。なんか申し訳ないな。傷だらけの戦士は似合うから好きなんだよな、名前。あ、ちょっと待って、アルティメットなんとかって今あったよ、なんだ。え、絶対強そうなサイバーエルフかアイテムでしょ。お疲れ様でした、ゼロ、無事でよかった。さっき X から新しい座標が送られてきたの。どうやらそこにバイルとオメガがいるみたい。これが最後の戦いになるかもしれない。あー、オッケー。え、アルティメットなんだかってなんだ。武器じゃないよな、サブタンでもない、ヘッドは同じ、ボディも増えてない、フッド、あ、ちょっと待って、これか。え、すべてのフットチップの力が使えるようになる。めっちゃ強えじゃん。ここ2つもアルティメットないのかな。え、ってこと、動き速くなるのと2段ジャンプも使う。あー、これは強いですわ。 OK、 じゃあ今回ここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次が最後の戦いいくつってたから、まあ、ボスラッシュまたあんのかな。まああんだろうな、ロックマンだからな。ボスラッシュしてラスボス戦してみたいな、残り2パートぐらいかな。最後まで楽しんでいきたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。